ス5号艇高井、サイアウト6号艇の山崎、枠なりの3対3。風は現在1メーター前後、微風となっています。進入体型は定番通りインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の体型。第3レーススタートいたしました。一周一回けども先行争いでありますが、さあ4号艇が絞っていこうかという体勢でありますが、外の方はかなり早いスタートでありました。スタートの方は判定中となっています。ここでゲストの皆様にお知らせをいたします。この第3レースは5号艇高井と6号艇山崎の両選手はいずれもフライングのため変換決勝。5番6番に関する投票権はすべて払い戻し印鑑です。投票権は大切にお持ちください。上位の方は現在4番2番3番の体制となっています。そして現在1号艇はエンスト模様、現在は3艇が構想中で、このレースは5号艇の高井と6号艇の山崎両選手はフライングのため変換決勝。5番6番に関する投票権はすべて払い戻し印鑑です。そして1号艇の相馬でありますがモーター停止のため失格となっています。サイアウト6号艇の上原、今日の前半でシリーズ2本目の3着を取っています。枠なりの2対4、一般戦競争ドラドキメダマ競争第6レース。進入体系は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番3番4番5番6番の体系スタートいたしました。一周一回けて向かう先行争いでありますが、さあここもちょっと早いスタートがあったようです。スタートは判定中。ここでゲストの皆様にお知らせでございます。この第6レースは3号艇の勝原とそれから6号艇の上原両選手がフライングのため変換決勝。3番6番に関する投票権はすべて払い戻し印鑑です。ゲストの皆様、投票権は大切にお持ちください。3連単では内枠両者から3着3番宇田川にしたところが3連単10倍切りました。シリーズ初日オープニング予選競争第1レースは10秒切っています。新入ワインから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。1番外側6番の坂本がいいスタート、1マーケットを向かっていきます。1番小沢の陰線、2番の渡辺がまくっていきました。内側をついては3番宇田川の差し、さらには5番の鈴木がまくり出してきました。2コースからまくってきました。2番の渡辺が先頭、3停止のリード。2番手ですが5番鈴木とその内側から3番宇田川、その後ろには4番の大沢、外側6番坂本、ラストが1番小沢。スタートは前提正常でした。一周に巻くトップ戦下は2番の渡辺、そして2番手ですが4番の大沢、小さく回るところを3番の宇田川が外から叩いてきまして2番手争い抜け出してきました。その3番宇田川の幕に続くような格好で5番の鈴木が3番手です。現在の体制2番3番5番でレースは2周回目に入っております。2周回目の1マーク2番の渡辺俊介がトップ旋回です。3番の宇田川2番手、3番手5番鈴木の外側から4番大沢のまくりがやってきまして124期同期の3番手争いになってきました。5番の鈴木が内側、外側には4番の大沢です。その後ろを離れて6番坂本、1番小沢と続いています。2周2マークの3番手争いですが内側から5番の鈴木が先に回るところ、4番の大沢が再びまくりを打ってきますけれども、おっと内側から6番の坂本が絡みに行って、おっとっとっ と4番の大沢転覆状況になりました。3番手には今6番の坂本、その後ろは1番の小沢です。レースは最終周回へと入っています。トップは2番の渡辺、最終1マーククリアしていきます。2コースからの幕入でした2番の渡辺、2番手には3番の宇田川、現在3番手ですが内側小さく回った1番小沢、しかし外側から6番の坂本がかわしています。6番の坂本が3番手、2番3番6番で最終ターンマークに向かいます。なお4番の大沢転覆失格となっています。陰線1番先からの人気になりました。人気の相手角1、4コース4番長井、そしてその外地元の5番折下、この2人が人気の相手です。予選競争の第4レースです。新入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースから5コースまでほぼ横一線になりました。1番へと向かっていきます。1番先の陰線です。2番の坂本差し込んでいきます。3番の松本がまくってきまして内側から4番長井の差し、まくり出しは5番の折下でバックストレッチです。おっと一定アクシデントは3番の松本、落水状況です。先頭は1番の先押し切りました。3点審査、2番手には4番長井と外側には2番の坂本、内側を伺って5番の折下。なおスタートは前提正常でした。そして3番の松本は落水失格となっています。1番岩瀬からの人気になりました。人気の相手は2コース2番の中澤、そして角1、4コース4番重野です。江戸川選抜12レース、本番レース2周、2周レースで行います。新入員から1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。西口、そして2番の中澤踏み込んでしまいました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1番岩瀬の内側から6番飯島がくるっと回って
して2番の中澤の内に入ってきましたけれども、お知らせです。お知らせいたします。内枠2選手フライング変換欠場です。1番岩瀬と2番の中澤、1番2番はフライング変換欠場となりました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。大外6コース6号艇内野翔一、今日は試練の外枠2走となっていきます。3号艇前田敦也、意表の3角戦となっていきます。2対4、その前田が人気の中心、相手候補筆頭は1番高橋でした。12ダッシュ3456です。スタートを切りました。3号艇の前田敦也トップスタート、しかし2号艇に接触しました。その後伸びがどうかといったところ、ちょっと勢い急がれたか。1号艇が先制、2号艇差し構え、2番出しから3号艇外を回った4号艇となっていますが、1号艇高橋押し切りました。スタートは前提正常でした。高橋を追ってその前から4号艇柘植が2番手、3番手2号艇の関根、あとは6号艇3号艇5号艇追走となっています。レースは1周2マーク、1号艇の高橋から潜り込む2号艇外前でかわせるか、4号艇柘植となっていますが、2号艇がくるっとうまく回っていきました。そして2マークでアクシデントが発生しています。3号艇にアクシデント発生で転覆で失格と発表されています。大外6コース6号艇石渡哲平、6レースは4角から仕掛けたんですが、先まくり坂口選手に合わされての3着でした。インコース100あたりのお越しになっていきます。1番、5番、2番ダッシュが3番、4番、6番です。スタートを切りました。1号艇、5号艇かなり踏み込んだスリットとなっていきました。1号艇が先制、2コースか差し5号艇、2号艇は握っていきますが届かず、内側いて3号艇差し込んで赤羽です。スタートは前提正常でした。1号艇の浜崎がトップ、続いて3号艇の赤羽、3番手のところ2号艇の大谷、その内側から5号艇鈴木上がって、後ろは6号艇石渡と4号艇上村となっています。1周2マークは1号艇浜崎の後ろ、潜り込んだ5号艇の鈴木ですが、さばいていく3号艇の赤羽勝也です。赤羽が5号艇の内差し込んでいって現在2番手優勢なのか、しかし5号艇も最小限のロスに留めています。ですから3号艇5号艇定間一定心ありません。2周回目、この3号艇5号艇の内が武器の位置に6号艇石渡がいます。2周1マーク1号艇の後ろ、6号艇石渡は小回り、生かしてさばく3号艇の赤羽勝也です。そして外行った5号艇の鈴木ですが、これは若干ターン流れています。しかし2番手争いは3手固まりました。インコース3号艇赤羽、センター若干リード6号艇石渡、外に5号艇鈴木となっています。熾烈な2番手争いで2周2マーク、1号艇浜崎の後ろ、3号艇の赤羽がいて、捕まえ狙った6号艇の石渡ちょっと弾かれて内を回れてた5号艇なんですが、端幕を少しかすりました鈴木幸男です。2番手のところ3号艇の赤羽がリードを取って、3番手のところ6号艇石渡、その後ろから5号艇鈴木となっています。3周の1マーク、先頭1号艇の浜崎直也、続いて3号艇赤羽勝也、注目3番手5号艇を行かせてからズブリと差し込んでいく6号艇石渡哲平です。石渡がうまく差し込んで3番手キープです。そして後方では4号艇にアクシデントが発生しています。4号艇3周1マークアクシデントで失格となっています。3対3、ポジション2つに分かれました。11レースの選抜選競争スタートまでまもなく10秒前です。インコースから1番2番3番4番、5番、6番です。11レースの選抜戦スタートしました。インコース、4コース、1号艇、4号艇コースタート。トップタイミングはインコース1号艇からそのまま先行2コースから2号艇鈴木は引いた。外を回るは3号艇の西山、まくり差しから5号艇斉藤、内を捉えて4号艇板橋、リードは3艇身4艇身と1号艇の池田が単独先頭です。2番手は2号艇の鈴木、3番手からは4号艇板橋が1周2マークの旋回、スタートは正常です。内を上げた4号艇板橋、番手を先行する2マークの旋回です。2号艇の鈴木刺して回おうと、アクシデントが発生してしまいました。後艇が2周目に移るところです。お知らせいたします。2号艇の鈴木は落水のため失格です。
さあ女子戦の初日の競争レースは第2レース予選競争、ここは2号艇出口マークを欠場となって5艇で揃ってまいりました。サイアウト6コースは1走目4コースからのサッシの勝利、6号艇西川雅人、枠なり3対3となっています。シリーズ2日目第8レース予選競争、新入固定ガチガチ8、内から小野、古川、森、ダッシュ、小月、国広、西川です。スタートしました。スロー勢がコースアウト、1号艇小野、2号艇古川、3号艇森、1周1マークへとつきます。インから速攻1号艇小野、2号艇古川が指して外を行った3号艇森、内側から5号艇国広、向こう上面へとあります。先頭ですがここは押し切りました。1号艇小野達也、2番手優勢、2号艇古川健、外から3号艇森、内側から5号艇国広が追走。なおスタートは正常です。先頭は1号艇小野達也、2番手左内から5号艇国広、ここは差してくる2号艇古川、外前は3号艇森、ホームストレッチへとあります。2番手は2号艇古川が単独、3番手優勢は5号艇国広となっています。1番2番5番外から3号艇森、そして4号艇小月が内側から追走。レースは2周目に入っています。先頭1号艇小野、2番手は2号艇古川、3番手左内から4号艇小月、さばいてくる5号艇国広、向こう上面へとあります。3番手争い5号艇国広が若干優勢も、外から4号艇小月、そして3号艇森慎太郎が追走。最高峰6号艇西川、2周にマークへと移ります。上位2艇は1番2番、3番手インから先手は3号艇森、センターからややここは5号艇国広行くところがなかったか、そして4号艇小月が内側ついて、上位体系は1番2番4番後方アクシデントとなっています。レースはこれから3周の1マーク、目下のところ1番2番4番の体制となっています。3周1マークから向こう上面へと確定移っています。先頭1号艇小野、2番手2号艇古川、3番手は4号艇小月、なお後方アクシデントとなっています。1番2番4番の体制となっています。レースは最終コーナーへと移ります。なおお知らせいたします。5号艇国広翔平転覆失格、5号艇国広転覆失格となっています。大波乱三連単10万周決着の直後のレース、人気サイドかそれとも波乱が続くんでしょうか。残るカードはあと3つ。シリーズ2日目日本財団会長杯争奪戦、レースは進んで10レース予選競争が始まります。なおこのカード3号艇で出場予定でした森貞浩二、前半レース負傷により欠場、したがってこのカード5艇での競争となります。あっと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 、これはいけません。3連単人気割れました。最終的に20倍切る組み合わせは出ませんでした。ただ中でも1番ネクラ、最終的には1番人気です。予選競争第2です。新入員から1番2番3番4番5番6番です。2秒前、スタートしました。1番外側、6番の鈴木コースタート、1マーケット向かっていきます。1番いくらの陰線です。2番の松本差し込んできまして、3番の前田がまくる、さらには6番鈴木もまくってきました。バックに入って差し込んできました。2番の松本、外側から1番ネクラも立て直していきます。この2人の先頭争いに外側3番の前田、さらには6番の鈴木、後方が4番の後藤に5番の飯島、スタートは前提正常でした。1周にマーク突破争いですが、2番の松本内側を伺っていきます。これを1番ネクラが外からかわし、差しハンドル6番の、おっとっと、3番の前田が転覆状況になりました。1番ネクラが先頭抜け出しました。2番手争いですが、2番松本とその内側に入ってきました6番の鈴木、レースは2周回目の1マーク、なお3番の前田は転覆失格となっています。3連単では4番井上からの人気、人気の相手は大外6番中澤、そして井上の1つ内側3番の中木田になりました。予選競争第4レースです。新入ワインから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒です。スタートしました。カード1、おっと4番の井上踏み込んでしまいました。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。5番のよろずがまくり出してきまして、4番井上まくったんですけれども、お知らせです。お知らせいたします。4番の井上、4番井上はフライング変換欠場になりました。
4番井上に関する投票権すべて返還になります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。1番小池から3番飯島、そして5番の野中、135の組み合わせが9倍台となりました。予選特賞の1つ目第9レースです。枠成3対3の進入体系です。進入ワインから1番2番3番4番5番6番です。2秒前、スタートしました。最内1番の小池インからトップスタートです。1マーケット向かっていきます。1番小池の陰線です。2番の村田が差し込んでいきまして、3番飯島がまくってきます。内側からは5番の野中まくり出し、1番の小池交代しまして、まくった3番飯島とその内側から差し込んできた2番の村田、さらに内側からまくり出してきました5番の野中、この3人の先頭争いです。差がなく1番小池と4番の畑、ラストが6番の三浦、スタートは前提正常でした。1周に巻くトップ旋回は3番の飯島、そして2番手ですが5番の野中が回っていく。3番手6番の三浦が追っつけますが、これを2番の村田がかわし、さらには1番小池も立て直してきました。先頭3番飯島、2番手5番の野中、そして3番手争いですけれども、外側から1番の小池、その内側には2番の村田、6番の三浦。レースは2周回目です。2周回目の1マーク、6番三浦と1番小池がやり合って内側を差し込んでいきますのが2番の村田。ここで3番手は2番の村田立っていきます。2番の村田の外側から6番の三浦、さらには1番の小池、内側から4番旗も盛り返してきました。3番手争い混戦となっています。2周にマークです。前は3番5番です。3番飯島に5番の野中、2周にマーククリアしていきます。3番手争いは4番旗がとっとっと、6番の三浦が転覆状況になりました。そして3番手争いですが、内側から2番の村田、外側から4番の畑、この2人に1番の小池食い下がっていきまして、レースは最終周回に入ります。トップは3番の飯島、最終1番クリアしていきます。2番手5番の野中、そして3番手争いですが、4番畑が先制していきまして、3番手争いを制して最後のバックストレッチに入ります。3番5番4番の体勢で最終ターンマーク、回る手前にはレスキュー、そして自己艇がおります。なお6番の三浦は転覆資格となっています。止まっていました川の流れが出始めました。画面や土手から見ました右手からの流れ、下げ潮が流れ始めています。レースは予選特選の11レース、このレースも安定板を使用してのレースとなります。対戦メンバー1号艇重野聡、2号艇山田哲也、3号艇長野道夫、4号艇多田雄介、5号艇佐々木翔と6号艇欠場。11レースは5選手の対戦です。1番奥平からの人気になりました。奥平の頭でまんべんなく支持を集めました。北選抜戦12レースは2周レースです。新入ワインから1番2番3番4番5番6番です。スタートまで残りは2秒、スタートしました。ダッシュをつけた3選手がわずかに好スタートですけれども、横一線さ角から4番渡辺動いていきますが、1番の奥平が抵抗していく。内側からは5番の後藤がまくり出し、さらには2番の井上も差し込んできました。まくり出したのは6番若林でバックストレッチ。混戦の先頭争いからは6番の若林がわずかに抜け出そうというところ、しかし内側には2番の井上、外側からは4番の渡辺、3人の先頭争いです。スタートは前提正常でした。1周にマークトップ争いですが、5番の後藤も参戦するところ、2番の井上が外側、アクシデントがありました。ホームへと戻ってきまして、先頭に立ちましたのは6番の若林、2番手4番渡辺、3番手が1番の奥平、6番4番1番の体勢でレースは2周回目、最終周回へと入っています。現在走っていますのは4選手です。6番の若林を先頭、そして2番手4番渡辺、3番手1番奥平で最後のバックストレッチに入っています。現在の体勢は6番4番1番の体勢で最終ターンマークへと移っていきます。なお5番の後藤、5番後藤は転覆失格となっています。最終ターンマーク641の体勢、6番の若林、そして4番渡辺、さらには1番の奥平、この3選手、さらには3番小金、4番手で間もなくゴールを迎えていきます。先頭は6番の若林、今ゴールイン、2番手4番渡辺、3番手が1番の奥平ゴールイン、そしてラスト4番手3番の小金井ゴールインしています。以上記者選抜戦12レース、なお2番の井上と5番の後藤は失格となっております。5コース5号艇野村誠も2走10点条件に変わっています。サイアウト6コースに6号艇ルーキーの加藤正也、
枠なりの3対3第3レース先競走進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コース2号艇田辺インから1号艇主カードから4号艇古川が好スタート。まず1マーク2コースから握っていく2号艇の渡辺、空いた内をまくり出していく4号艇の古川、後方では6号艇加藤雅也が転覆している状況となっています。なおスタートは正常でした。先頭2号艇の渡辺、2番手4号艇古川は抜け出しています。ここでお知らせいたします。6号艇加藤雅也は失格、6番は失格となっています。4号艇の谷本から3者が後方に下がる形であります。枠なりです。1番2番3番4番5番6番の進入です。予選競争第2レース、スタートしました。1番3番4番5番揃った状態で1マークは1号艇の豊田国康がまずはコーナー先手を取ったか。3号艇しか出し5号艇出てきたんですが、まくり写真変化5号艇の宮下、おっと2号艇抵抗、少しふらついていますが1号艇の豊田国康が陰線主導権に入りました。ぐっぐぐぐぐっと急加速力伸びる、宮下も続く、この体型からも届いてまいりました。5号艇の宮下がトップで回った。豊田国康しかし差し込んでくる、ホームコースへ帰った。直線の伸び比べならば5号艇の宮下がここからもさあぐっぐぐぐぐぐっと加速をしてくるが、それでも豊田国康が踏ん張るか。1号艇の豊田がコーナー先手を取っていて5号艇の宮下も続く、伸びて絡んできた、おっと少しおっと1号艇振り込んだ、1号艇アンラッキーな展開ながらも5号艇宮下は1号艇と接触がありながらも先頭に浮上は5号艇の宮下も続く。なお残念ながらお知らせいたします、1号艇の豊田国康選手転覆でしょうか、失格に敗れております。サイアウト5号艇の豊田国康。ピットは慣れ体型ばらついてインは取れたが90入る起こしの酒井、1番6番2番3番4番5番です。スタートしました。1号艇沖、おっとこれはかなり1番4番あたりが速いのかどうか、バックへ次々に逃げていきましたが、ただいまのスタートは問題があったようであります。残念ながらお知らせいたします、スタート事故がありました。このカード2艇がフライングです。1号艇の酒井、4号艇の渡辺、1号艇と4号艇2艇がフライング、したがいまして1番と4番に関する同条件すべて変換されますのでご注意ください。現在もかすかな向かい風が吹く程度で、第6レースの予選特別 B 戦スタート10秒前、1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりで間もなくスタート。2秒、1秒、今スタートしていきました。さあ好スタートは外から6号艇の柴田が速いスタート1マーク、逃げる1号艇の渡辺で刺して2号艇の真ん中3号艇、6号艇が攻めて後ろ4号艇がバタついて、さあアクシデント、あとは5号艇バックスリッチャー速いスタート、6号艇の柴田が先頭、なおスタートは正常でした。4号艇の伊能夏樹は失格となっています。スロー5艇枠なり進入、そして最アウト6コース短期がまし6号艇麻生慎介、スタート展示と同様の並び5対1となっています。予選最終日第4レース予選競争インコースから1番2番3番4番5番ダッシュ6番です。スタートしました。2コース4コースが優勢、2号艇川上、4号艇小賀、一周1マークへと進みます。先手はインから1号艇西川、刺す2号艇川上、まくってくる3号艇吉岡、内側から4号艇小賀、バックストレッチ先頭ですがわずかに踏ん張る1号艇西川に攻めていった3号艇吉岡が判定審査、3番手すぐ後ろ2号艇川上が追走、なお第4レーススタートは正常です。一周2マーク、先手は1号艇西川、2番手3号艇吉岡が外、内側ついてくる2号艇川上ホームへと変わります。2番手は3号艇吉岡が単独、3番手は2号艇川上、1番3番2番の体勢、4番手から接近は5号艇福田、後方は4号艇6号艇、レースは2周目に入っています。先頭と2番手もまだ近い状況、逃げる1号艇西川に2番手から追走3号艇吉岡、そして3番手は2号艇川上が取り切っています。上位3艇は1番3番2番の体勢となっています。なお後方1艇アクシデントとなっています。レースはこれより2周にマークへと移ります。現在上位体型は1番3番2番の体制です。
お知らせいたします。6号艇麻生慎介落水失格。6号艇麻生が落水失格となっています。5コースは6号艇山下龍心です。今日は1回走り、地元の準優入れは4着以上の勝負がけ。6コースは5号艇丸山優也です。第4レース進入内から1番2番4番3番6番5番です。スタートしました。6コースからトップスタートは5号艇の丸山、寄せていきますが少し止められていく。先前する1号艇に4号艇の外いった5号艇、少しバランスを崩してしまいました。先頭は4号艇の郷原、早くも大きくリードを取って2号艇清水が2番手追走。その後ろは内から3番6番1番と横に3艇並んでいます。なおスタートは正常1艇アクセント。2マークトップで4号艇の郷原、そして切り替えてきた3号艇がやってきて握っていった2号艇ホーム側に帰ってきます。5号艇の丸山優也ですが一種の1マークでアクセントを失格となってしまいました。コース5号艇宮重力也、6コースは6号艇中村雄介。準優は2着以上の厳しい勝負かけです。人気のメンバー鳥海と佐藤川陰と角、第10レース内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。少し覗いたのは5号艇の峰重ですが1号艇2号艇も伸び返していく。陰線先前1号艇に出てきた3号艇がまくる。5号艇前が塞がった。差しのハンドルは2号艇4号艇でバック側に入りますが、さあここは逃げました。先頭は1号艇です。鳥海誠リードは3艇身で4号艇佐藤岡が2番手追走。差がないところで3号艇と2号艇がつけています。スタートは正常でした。今開けますトップで1号艇が旋回。日中争いは2号艇が回って差し返す4号艇、6号艇と3号艇少しもつれて3番にアクセント。ホーム側に帰って先頭は1号艇鳥海、2番手は4号艇の佐藤岡、3艇身相手2号艇田中が3番手、上位の3艇は1番4番2番です。さあ1艇アクセントがありました。2周の1マーク、1号艇4号艇2号艇でバック側に抜けてきています。お知らせいたします。6号艇の中村雄介は妨害失格となりました。被害を受けた形で失格となったのは3号艇の天野誠です。5コース、昨年のオーシャンで SG 初出場にして優秀の快挙、5号艇河野聡。大外は6号艇山崎智也、1番2番3番4番5番6番の流れ。スタートしました。先行戦の第1レース、1号艇の森谷美穂いいスタート。さあそのまま逃げ体勢は1号艇の森谷美穂、3号艇の山口剛にまくり出す。さす2号艇の湯川浩二、ちょっと3番もたついた。1号艇の森谷が振り切って単独のトップ。スタートは前提正常でした。先頭1号艇の森谷、2番手は2番5番4番がもつれて2マーク。トップは1号艇の森谷美穂、2番手握って回った2号艇の湯川流れか、内側から4号艇篠崎元氏、4号艇の篠崎元氏が2番手をリード。3番手が5号艇の河野聡。レースは2周目に入りました。なお2番アクシデント発生となっています。1マーク先頭は1号艇の森谷美穂、2番手が4号艇の篠崎元氏、3番手に5号艇の河野聡、4番手が6号艇の山崎智也、最高峰となる5番手に3号艇の山口剛、なお2号艇の湯川浩二落水のため失格。2番落水失格です。4コース角は4号艇ブス島誠、今月頭 G2 ボートレース甲子園制しての転戦。5コースは初戦の巻き返しに燃える5号艇山口剛、大外ここ克服したい6号艇小野聖奈、1番2番3番4番5番6番。スタートしました。無線競争第6レース、内の艇ほどいいスタート。1マークの保護線、逃げる1号艇の磯部誠、2号艇の太田和美が刺す。3号艇の寺田翔を握って向こう正面へ、逃げている1号艇の磯部がトップ。スタートは前提正常でした。先頭1号艇磯部、2番手に4号艇の武須島、3番手3号艇寺田が続いて2マーク。トップで1号艇の磯部が折り返します。2番手3号艇の寺田が先取って交差した4号艇の武須島、4号艇の武須島が2番手をリード。3番手に3号艇の寺田翔、体型は1番4番3番です。なお後方では1艇構想ストップ中です。先頭1号艇の磯部誠が向こう正面へ、2番手に4号艇の武須島誠、3番手3号艇の寺田翔、その後ろに5号艇山口剛、6号艇の小野聖奈が続いた状態です。
レンスト中です。2号艇の太田和美、慎重な旋回となりました。1号艇の磯部誠が折り返します。2番手に4号艇の宇須島誠、3番手が3号艇の寺田翔です。なおレンスト中でした2号艇の太田和美失格となっています。アジアで初開催の SG 第26回オーシャンカップ、さあ真夏の王子に輝くのは誰か、ドリームレースです。なおこのレースに出走予定でした4号艇丸野和樹選手は負傷のため欠場いたします。6コース6号艇の小野寺智博、この中で展示タイムは抜けています。69号機進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第11レース、角4コースから4号艇の松崎雄太郎がトップスタートです。さあ内側に絞ろうとします。1号艇の上まで行きます。4号艇の松崎が思い切って握ってまくっていく、そしてターンが少し膨らんで2号艇の今村信孝がくるっと回ってくる。さらに5号艇の小野優作、6号艇の小野寺と旋回も、ここはトップ争い5番、2番、4番です。スターター選定正常でした。トップ争いから5号艇の小野優作が回っていく、6番が回ってから2号艇はちょっと行き場がなく交代です。4号艇の松崎雄太郎が指してきましたが、ここは5号艇の小野優作が少し先頭前に出ます。4号艇の松崎雄太郎に停止、後ろ2番手5、4の体系で、3番手は3号艇の沖島が今優勢、6番、2番追走です。2周1マーク5号艇の小野優作、2番手4号艇の松崎雄太郎、そして3番手は3号艇の沖島博一、3番手の位置若干優勢も、6号艇の小野寺がアウトほとんど並んだ状態、3番と6番です。そして2号艇の今村がその2艇審査、2周2マーク上位の2艇が5号艇4号艇と回る。そして注目の3番手ですが、2号艇がここは突進しまして、そのままアクシデントとなってしまいました。現在3番手は3号艇の沖島です。なお2号艇の今村信孝が落水のため失格、2号艇の今村が落水のため失格です。5コースに向いたのは6号艇は香川126期、昨年5月デビューのルーキーの一人は浜野斗真です。そして地元ルーキー、今年5月デビューしたばかりは128期5号艇の北村ねね、地元戦今回でデビュー戦以来2節目になりましたが、オープニングレースまずは大外進入となっていきます。1番、2番、3番、4番、6番、5番でスタートしていきました。内折り艇がスタート先行、2コース若干2番の谷口覗いていきますが、1マーク2番谷口の動きはまくりに打って出ました。逃げて1号艇吉村との競り合い、1番が先行、差し続いてくる4号艇の田村となっています。先頭1号艇の吉村、追走4号艇の田村、その後2号艇の谷口で1周2マークを迎えました。スタートは前提正常です。先頭1号艇吉村2マークを旋回、その後運んだのは2号艇の谷口になりました。待って差して4号艇田村でしたが、田村が前にいます。一定心かわして2番手は4号艇の田村美和、3番手は2号艇の谷口健一、そのすぐ後に続いてきた6号艇の浜野、そして3号艇の高田です。2周1マークかなりもつれ合って、6番これはアクシデント、これに5号艇も接触し、2艇がここは遅れを取って4艇構想中、先頭から1番、4番、2番、そして僅差3号艇が続いています。先頭は1号艇の吉村です。吉村2周2マークをクリア、続いて4号艇の田村、2号艇の谷口の順でホーム直線コース、1番、4番、2番、その後3号艇が続いて4艇構想です。2周1マークではアクシデント起こっていまして、ちょうどそのアクシデント艇の横を過ぎるところになりました。なお6号艇の浜野は妨害のため失格、6番の浜野2周1マークにおいて妨害のため失格となりました。また5号艇の北村はエンスト失格です。5番北村エンスト失格です。そして一番外6号艇山本健二、ほぼ1年半ぶり、玉川こちら15年ぶりのファイナルを目論んでいきます。
スタンダード枠成3対3 12レース準優勝戦の3つ目人気は1番坂口から2番上村3番石渡へ123ダッシュ456スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。外寄りで速い手があったようです。お知らせいたします。第12レース5号艇塩崎正則フライング変換決勝5に関する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。ただいまから第6レースのスタート展示を行います。シルトは前提がマイナス 0.5 度、前提がマイナス 0.5 度です。部品交換はありません。重量調整は3番が1キロ重量調整を行っております。最後に出走メンバーの前走成績です。4番神田、前半2着、2コースから 0.23 でした。水面上は前半ラスト第6レースのスタート展示を行っております。ピット離れもゆっくり出ていった4号艇神田達也、この神田1人定段離れてスタート展示をストロークコースに回る形をとっています。レースのスタート順に締め1がフライ1番2番3番5番6番4番です。続いて競争水面上第6レースの周回展示です。第6レースの出走メンバーは1号艇新手沙紀、2号艇池田雄一、3号艇野村誠、4号艇神田達也、5号艇石岡翔太、6号艇古川誠希、以上のメンバーです。
ここでファンの皆様にお知らせいたします。このレース4号艇神田達也選手は欠場となります。第6レース4番は欠場となります。繰り返しファンの皆様にお知らせいたします。このレース4号艇の神田達也選手は欠場ということになりました。6レース4番は欠場となります。どうぞご注意ください。以上で第6レースの展示コースを終了いたします。シリーズ5日目準優勝の対戦カード、水面上は前半戦ラスト第6レースを迎えます。なおこのレース4号艇で出走予定でした神田達也選手は負傷のため欠場。5選手による戦いです。大変長らくお待たせいたしました。ボートレース尼崎ダイスポカップ争奪、インプールをぶち破れまくってちょうだいシリーズ初日を迎えました。なおここでお客様方にお知らせいたします。この第1レース出走予定でした4号艇金田智弘選手はピットアウト直後の転覆アクシデントによりましてこのレース欠場、従いましてこの第1レースは4号艇を除く5走立てで行われます。6号艇こちらもスタートキレがあります。伊藤正義6コースから前半2着、スローに4艇ダッシュ2艇と分かれました。陰線やや深めのお越は1号艇あるが、内から1番、2番、3番、5番、ダッシュ4番、6番です。スタートしました。いいダッシュを決めたのは角から4号艇の鈴谷。1マークの攻防へ向かいまして一気に来るか。4号艇の鈴谷が躊躇なくまくってってる。6号艇の伊藤外を回して内側からは2号艇、5号艇はちょっとアクシデントでしょうか。スタートは正常でした。先頭は4号艇鈴谷、2番手からは6号艇の伊藤です。お知らせいたします。2号艇の石田聖吾は妨害失格です。2号艇の石田妨害失格です。お知らせいたします。5号艇の下川隆文1周1マークにおいて失格となっています。サイアウト6コースはチルトプラスにしての登場です。6号艇柳瀬寛太、定番通り3対3となっています。シリーズ4日目第6レース一般競争ナイタータイムカチカチ6インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。センター3コースがトップスタート。3号艇福田正和スリット後も出ていきます。3号艇福田の攻め、1号艇岩津も応戦できずまくってくる。3号艇福田まくり出しスパッといった。4号艇青木源太向こう上名とあります。先頭ですが4号艇青木、外からは3号艇福田が追走。3番手6号艇2号艇の攻防か。後方行ってアクシデント、スタートは正常です。レースは1周2マークへと移っていきます。お知らせいたします。1号艇岩津哲郎転覆失格、1号艇岩津が転覆失格となっています。終了しまして明日のファイナリスト6名が決定。高枠から小島和弘、古越博史、古川健、村越敦史、森永隆、麻生慎介、以上の6名によって明日ファイナル優勝戦が行われます。水面上は今日4日目締めの日走第12レース一般競争ラストバトル。なおお客様にお知らせいたします。この12レース出走予定でした5号艇岩津哲郎は負傷のため欠場。従いましてこの第12レース5号艇を除く5走立てにて行います。昨日6着2本も踏みとどまりました。予選突破は3コース3番の山崎、角14番の森岡、外2人もこの後準優勝戦控えます。5コース5番広瀬、6コース6番の増田、進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。
タートしました。バラついたスリット体型です。5、6コースがいいスタートを切りました。さあ 2コースから4コースがへこむ。5コース出ていく5番の広瀬、立ちはだかって先に回った1番の畑和弘、まくり差しに切り替えるような旋回、5番の広瀬ですが届きません。このスリット体型でも逃げました1番の畑和弘です。スタートは前提正常でした。2番手争い外枠両者の攻防から6番の増田が上がってきました。5番の広瀬、中に2番の岡村控えて一瞬2マークの旋回、ちょうどおっと2マークはかなり危ないシーンがありました。2艇がもつれ合うような形になってしまいました。2番の岡村と4番の森岡です。なんとか2番の岡村はコースを再開したところ、上位の3人は1番5番6番の順、そして4番手が3番の山崎康介、2番の岡村、今2周目に入ってまだ4番の森岡は立ち往生した状態です。1番5番6番の上位体系、レースは上位の3人から2周にマークへ向かいます。まだ4番の森岡光雄は立ち往生した状態です。その4番森岡を避けながら1番畑からの旋回は2周にマークです。1番畑、5番の広瀬、そして6番増田の順で2周にマーク回り終えて直線コース、レースは3周目最終周回に入っています。上位の顔ぶれは1番5番6番の順です。なお4番の森岡光雄エンストのため失格、4番森岡光雄エンストのため失格となっております。昨日4着2本でした。4コーススロー4番の山崎武史、5コーススローに6番佐藤大輝、短期が増し5番の谷村ただ一人のダッシュ戦です。7レースの一般戦スタート展示と同じ5対1インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。1番上村スタート遅れてしまいました。その後の5人からは 2,3 コースが特に目立ったスタート、絶好のスリット体型はまずは2番の樋口が難なく先制する。後方では一定6番の佐藤大輝でしょうか、アクシデントが起きています。なおこのスタートは前提正常なスタートでした。なお6番の佐藤大輝転覆のため失格、6番佐藤転覆のため失格となっております。午後になって対岸からの風が斜め向かい気味に吹き抜けるようになってきました徳山の水面上です。今のところその風が 3,4 メートルほどという水面状況、変わらず日差しはしっかりと水面上を照らしています。降り注いでいる状態、気温30度は変わりありません。一般戦はこの8レース、そしてこの後の9レースとあと2つです。8レース一般戦が始まります。なおこのカード5号艇で出場予定でした岡村雅也、前半レース負傷により欠場、このカードは5艇での競争となります。さあここは5号艇渡辺慎太郎の動きが気になるところ、内側どうでしょう。1番谷川も本番では主張する構えを見せているんでしょうか。今日最後の一般戦です。水面上は9レースの一般戦、なおこのカード2号艇で出場予定でした森岡光雄、前半レース負傷により欠場、このカードも5艇での競争となります。そして4コース5号艇の宮内幸秀、6号艇の片足、前半3着で目下3戦1勝のオール3連帯です。コースは5コースになり、6コース2号艇高1点の田村美和です。確定深いお越しになって前提スローの1番3番4番5番6番2番でスタートしていきました。スタートリードしたのはインコース1号艇雲野となり、1周1マーク先行4号艇の広瀬が外を行こうとしましたが、3号艇がターンマークに当たって失速、かなり影響もあったように見えられますが、先頭は1号艇の雲野、追走は6号艇片足、3番手4号艇広瀬、その後5番3番続いて現在5艇構想となっています。スタートは前提正常でした。1周の2マークトップ1号艇片足が旋回、1号艇の雲野が旋回、そして2番手が6号艇の片足、
3番手は4号艇の広瀬、上位体型は1番、6番、4番です。なお2号艇の田村は1周1マークにおいて転覆のため失格、2番の田村は転覆のため失格となっています。